星名美月は日本のグラビアアイドル。埼玉県出身。アシスター所属。日本人の父と中国人の母のもと、1996年5月14日、埼玉県に生まれる。2011年秋、中学3年生の時に原宿、竹下通りでスカウトされて芸能界入り。もともと芸能界に憧れていたこともあり、すぐに事務所所属を決める。2012年2月、撮影会に初めて出演し、活動を開始。6月には週刊プレイボーイにグラビアが掲載され、本格的デビューを飾る。8月にファースト DVD を発売。発売記念イベントでは、毎回定員に達するなど新人としては異例の人気を集め、Amazon.co.jp のランキングにおいても、アイドルイメージ DVD 部門で第1位に輝いた。2013年、アイドル DVD メーカーが選ぶ、プロが選ぶアイドル DVD 賞 MVP に選ばれる。ドロリッチガールズ2期生に選ばれて4月より、グリコ乳業の CM に出演。雑誌エキサイティングマックスに動物との触れ合いをテーマに連載を執筆。一部マスメディアは、ゴールデンルーキー、ポスト篠崎愛と評した。2017年2月3日、映画、先公開される。役作りのために増量したと本人のツイッターで語っている。2020年2月23日、日本商工会議所の主催する簿記検定試験3級に合格する。7つ下の妹がいる。初めての撮影会から3ヶ月後の撮影会で長蛇の列となり、時間内に終わらないことから、星名シフトという専用シフトが作られた。2015年4月より大学へ進学。仕事をきっかけに語学に興味を持ったので、英語やフランス語、中国語を学びたいとイベントで語り、2018年3月現在、中国語を猛勉強している。中国にグラビアの文化がないので、広めていきたいとコメント。趣味は釣りとインコの世話、特技は乗馬。バイオハザードシリーズが好き。2017年、おっぱい国勢調査で、母も巨乳でIカップくらいあったと回答。本人は中学校在学中に D カップから H カップに成長。また、何を食べたら巨乳になったと思うかの設問には、牛乳と唐揚げと酢豚と答えた。特に断らない限り、アシスター公式サイトを出店とする。太字のタイトルは、BD 版も併売。イメージビデオオリジナルドラマテレビドラマその他のテレビ番組テレビ CM。ありがとうございます。